お世話になっております。インスクリプション実況プレイ、今日もね続きをやっていきましょう。死のカードジム、グリモラ編を進めている感じだね。で、前回こいつをね倒したんですけど、まあ、またグリモラの配下がね3体いるのかなっていう感じなんですけど、こいつの名前がねケイシーだったんですよね。あの山小屋編でレシーと遊んでた時にいたのよね、ケイシーね。俺以外の挑戦者だったのかなっていう人のねカードが、ケイシー以外にもレジナルドとかねルイスとかね何枚かあったんで、まあここにいんのかなっていうね感じしますけど、まあとりあえずね部屋の探索からやっていきましょう。これは調べられないんだな。奥ってさ、あ、行けんだ。あー、怖っ。怖いな、これ。なんだろう。あ、そういうことか。碑文が入ってんのね。井戸の中にね、こう書かれている。除細動器失敗。そんな碑文ある？井戸の中にカードがあった。湿気でインクが滲んでいる。わーい。え、これキラ？骨系のキラだね。溺れた魂。潜水持ちか。これタッチオブですね。潜水持ちのタッチオブです。えぐいな。強いね、これね。これいいカードをゲットしたな。骨は使いやすいもんな。もうない？これ、ずっとやってるとなんかあんじゃないの？さすがにないか。さすがにないわ。俺、このインスクリプションのことをいい意味で全然信用してないんで。透明な隠し通路とかもありそうだもんな。左が全部見れましたかね？右が行く。これなんか開けられんのかね？お、カードパック。骨の間を精査して、骨がいっぱい入ってたってこと。わーい、カードパックだ。わー、わー。持ってないの。あー、これか。ドラウグルね。骸骨が入ってるやつだ。と、首なし騎手。これはまあ、デッキに入れるにしても1枚ですよね。石棺。盤上に出てから一旦過ぎると強力な姿に変わる。あー、なるほど。ヒナね。成長するやつか。何になるんだろうな。興味ある。興味あるね。で、ハッスルイメージとジャンプボットはまあ持ってますよね。なるほど。これ、悩ましいね。カードパック割と手に入るもんね。あ、やっぱそうだ。俺21枚で組んでんな、デッキ。間違えて21枚で組んで、で、そのまま進められてたんだ。これ20枚以上ならいいっていうことなんか。そういうこと？あ、ぽいね。そっか、俺、確かに20枚すげえきついなって思ってたんだよね。そういうこと？制限ないのかな？持ってるカード全部入れてみた。いけんだ。マジか。あー。なるほどね。そうだよね。だって20枚だとさ、4分の1はリスになってましたもんね。ちょっと、組むの難しいなって思ってたんだよね。ああ、じゃあちょっと、何枚ぐらいが適正なんだろうな。組み直すわ、全体的に。あれ？え？永続なの？ちょっと待って。ウロボロス。ワンバトル限定での成長じゃないの？
それマジでそういうことだよね。あー、それはやばいな。マジかよ。へえ。死ぬたびに強くなって、でバトル終了後もその強くなったまま残るってことですよね。強す、ちょっと強すぎて、なんか罠があるんじゃないかなとかね、思っちゃいますけど。まあ30枚いかないぐらいですかね。先にこいつ行く？ここでなんかカードパック取れそうだもんね。君は？よーく聞け。生きたレモンのスライスが近づく。どういうこと？骸骨の絵もやっぱちょっと違うな。ケイシーと。君は、なんて名前だい？ライムみてえに明るくて頭の回るやつだ。俺様から敗北の味を絞り出せるか。倒さないと名前は教えてくれないんだっけ。あー、モールマンで耐久するほかない。まあ、引き直してもいいね。使ってくるのはこの幽霊戦か。骸骨を生み出していくやつですよね。まあ、ちょっと引き直しますか。いきなりウロボロス出せんじゃんね。出しちゃおっか。墓掘り人も出せるようになるしね。で、骸骨と戦ってもらうか。ウロボロスはね、負けてもいいですもんね。骨を1個掘り出す。墓掘り人、どうですかね。はいはいはい。骨があと2個あればこの子が出せるな。ああ、潜水だとそうか。奥のやつにはダメージは届かないのか。これで墓掘り人がね、1個ね、骨取ってくれたから。骸骨まみれだね。ああ、ドラウグルか。まあでもここは待ちましょう、ちょっとね。ああ、これ表示出んだね。オーバーキルダメージ。奥のやつも倒せました。墓掘り人。墓掘り人便利だなぁ。墓掘り人いっぱいバーって並べたよな。はい。もう終わりかこれで。終わっちゃうな。これでウロボロス打ち崩すとどうなんだろう。これは、まあ、永久ループはできないか。コスト2だもんね。いやー、ちょっと、これ、もう33で若干壊れ感ありますよね。あー、こう。じゃあ。これは、ちょっと、使わない方がいいかもしれん。ウロボロスはちょっとやめとこっかな。これウロボロス引いたら勝ちみたいな感じになっちゃいますよね、使ってるとね。あ、俺様が打ち負かされるとはな。とりあえずこいつを受け取れ。パックかい？死のカードパック。おー、何これかっこいい。デッドハンド。デッドハンドを場に出す場合、手札を捨てて新しい手札を。はぁ。手札何枚持ってようと4枚引けんだ。これめちゃめちゃ強いな。これさすがキラって感じだな。あとはみんな持ってるやつか。ありがとうございます。あんたには任されたよ。ってわけで秘密を教えてやるぜ。名前を教えてほしい。ロイヤル。ロイヤルって多分合ってないかな。そういうカードがあったのかもしれないけどね。右端の墓に埋められている。右がロイヤルか。こいつが俺の頭さ。秘文の一部。ロイヤル・ドミンゲス。
結構年代違うね、ケイシーとね。戦国末期から江戸時代初期ぐらいですね、時代的にはね。メモっときます。右がロイヤルドミンですね。前にも言ったが俺は、ロイヤル右端の墓、生前ひどい目にあってくたばっちまった。一時期海で一番の海賊だって言われていたぜ。海賊なんだ今じゃこのざまさ。右足の墓の下に埋められて。めっちゃ位置を教えてくれるな人生で苦しい時が来たら乗り越えろって言われてるよな。俺はただ運がなかった。右側にある墓の下に埋められるくらいにさ。右はちょっとお気に召してないんですかね。あ、これ眼帯してんのね、海賊だからね。この奥は、ああ、碑文か。落ちてきた氷に激突。もう死に方的な感じですかね、こっちは。わーい、カードパックだ。臓腑や資材の間。死のカードパック。大体かぶり？ああ、来ましたね。コオカミ。コオカミは強いよね。あとは、全部持ってるやつですかね。先に奥行ってみちゃおうか。やだー、なに？なんだろうね。これ、碑文。碑文の一部。治療法なし。治療法なし。鏡があんね、なんかね。これは、鏡見てみるかい？奥に行けないな。謎の間だ。これ、これ俺が映ってんのか？ああ！え？はあ？変わった！どういうこと？はあ、あ、ここにいるやつに変わるってこと？うん。老子みたいなやつになったな。こいつか。はあ。あ、戻れる。これあれか。レシーの山小屋編でも、挑戦するたびに挑戦者の外見変わってましたもんね。毎回違うイナバーバーだったもんね。ここにある、全部。そういうことかね。変わんない時もあるのか。こういうフィギュアもあった感じするな。あ、かっこいいね、これね。これ、そう、これ、これあの、アイアンジャイアントっぽいよねって言ってたやつじゃない？そういうことだよな。外見を、で、多分この777の稲葉ですよ、これ。外見チェンジできんだ。っていうだけの鏡なんかな。なんかそれ以外でもね、ストーリー的にもなんか、ある気はするけどな。これなんかあの、レジナルドに似てるな。ああ、戻った。まあちょっと、ここまでこれできたからな。これがしっくりくるよね。なるほどね。変わるんだ。お、もう奥行けないもんね。じゃあ下こいつの前に左側も行っちゃおっか。左側は、あ、商人か。商人に話しかける前に、特にないな。これは、取引したい？ああ、そういうことか。持ってないやつも売ってるね。これ多分、行く先々で商人と会えるんでしょうね。で、交換してくれるカードの内容が、そのエリア特有のものに
なってる感じですよね。骨の山、これはキラなんだな。有効化、骨をに消費して骨の山の攻撃力と体力、うわーなるほど、はいはい、ハッスルメイジの骨版みたいな感じか。骨を消費するのね。あー、骨に消費だから骨が10個余ってたら、まあ、5になるわけか。まあもう骨は全部こいつに使わせるぐらいの感じでもいいかもしれないね。骨の山を使うんだったらね。ゾンビはなんかカードパック引いてれば来そうだよな。骨の山ちょっともらっとこっか。カードコレクションに加わった。これは持ってないやつだ。ネクロマンサー、所有者の別の生物が死ぬときすぐに生き返ってまた死ぬようになる。え、どういうこと？すぐに生き返ってまた死ぬようになる。これなんか面白そうだな。ちょっとよくわからんな。すぐに生き返って、この骨マークがついて生き返るってことかね。ちょっともらっとこっか、せっかくだからね。あー、いっぱい、あ、もうちょっとプレミアム足りないですけどね。骨を1消費して手札に骸骨を1体作り出す。はー、骸骨はノーコストだもんね。これもいいな。これ生贄にね使えますもんね。あー、骨カードはちょっといいね。他の種類のカードを使うときにもね、シナジーがあるというかね、使いやすそう。じゃあ3体目行ってみろ。君は割と、あ、でもなんかここ、後ついてるね。あらあら、こっちを見ないで。怒鳴るのも嗅ぐのもやめて。お願いだから。戦いたいなら構わないけど、早く終わらせてね。あ、2番か、この人は。1、2、3ってなってんだよね。2番目に戦うべき人だったのかな。順番を間違えたのかもしれないね。まあ、最初に配られる手札としてはいい感じですかね。こいつか。ボーンハウンドちょっとめんどくさいね。いきなり出されるのとしてはね。鎖蛇で倒しちゃいたい？これで一回受けて、あ、3、1。いきなりもう決めに来てる感じすんな、相手。誰かでブロックしないと負けんじゃん。鎖蛇を最後に出さないといけないんだよね。ワンハンドの動きがうざいな。こうかな。墓掘り人も出したいところだけどね。墓掘り人出すと、こいつが動いちゃうから。これで、ブロックして、何出してくるかな。お、何も出してこないの？終わった。相手が出してこないからね。それは勝てるよね。でもこれで、3体の配下全員倒せましたね。終わりね、私の負けだわ。あなたは女の人ですか？だからお願い。こっちを見ないで。見るならこのカードパックにして。どういうこと？謎のくれ方だな、カードパック。おお。壊れたおぼるかいっぱいもらえますね。ああ、で、骨の山だ。骨の山。まだデッキに入れてなかったな。ちょっと組み直すか。上の3つは全部持ってて、これは？何これ？練習用ウィザード。あー、03。これもう壁役って感じですよね。これは、オートマトン。エナジー3つで11か。なるほど。能力は何もない。ソーヤーさん？私はソーヤー。真ん中の墓が私のよ。お願いだから骨を掘り出さないでちょうだい。そんなこと、そんなことしないですよ。この墓石をちゃんと直してあげるって感じですよね。碑文の一部を見つけた。こう書かれている。ソーヤーペタル。1702年。みんな結構あれだな。
違うな。1778年秋。フランス革命ぐらいだな。うん。あ？なんかちょっと、どうなってんだこれ。水たまり？私はそうや。真ん中の墓。怒鳴るのも嗅ぐのもダメ。お願い、叫んだり頼んだりしないで。頼むとは。私の墓は真ん中。まあいいか、じゃあ下降りてみましょうか。碑文、碑文の一部。解決病。あー、解決病は海賊っぽいな。船乗りがなる病気ですよね。で、ここはお衆を運ぶ風が棺から流れてくる。あ、なに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 、は？普通に碑文かカードパックかと思ってたからビビるんだが。誰だよ。あ、こいつあれじゃないの、小屋にいた、骨の王じゃないの。俺がゴゴゴゴゴって、ガゴガゴやると目がピキーンって光ることで、おなじみの。何も捧げ物がない。え、ウシガエル君、ウシガエル君の話ですか。これなんだい？呼べんの毎回。捧げ物？捧げ物を持ってくればいいんか。何も捧げ物がないとな。あー、なんだろうね。まあ、まだ、その時ではないということだよな。じゃあこれで全部見終わったんかな。碑文組み立ててみますか。左がケーシーって言ってたもんね。俺16世紀からインスクリプションはあったっていうことなんかな。で、ここが、はいはいはい。ケーシーはすっげえ寒がってたから、これは氷なんかな。あ、飢えた犬に食われるありましたね。で、ソイヤーが、犬に食われたんか。俺はどれだい？恨みを抱かない。治療法なし。治療法とかなさそうだけどね。でも、除細動器が、あるってことはもう、この年代な気がしますけどね。フランス革命の時期に除細動器はねえだろ。こう？合ってるかな？ああ、でも、見た目が変わった？とりあえず、なんか入ってれば見た目変わるのかもしれないけどね。真ん中が、ソウヤーペタルさんでしょ？飢えた犬に食われたんじゃない？どれだろう？どれだろうな？恨みを抱かない。解決病は治療法ある気がするよな。ああ、見た目変わりましたね。ロイヤル・ドミンゲス。右側で、解決病。こうかな。おーい。違うか。これは逆かな。いけましたね。まあ、なんか、口ぶり的に恨みを抱いてなさそうな感じではあったもんな。そういうことか。素晴らしい。あなたの賢さは今ので証明できたはず。覚悟はいいかしら？あ、もういきなりバトルか、もしかして。私は負けないわよ。見直すの忘れてたー。あ。見直せそう。よかった。ちょっと直すね、デッキね。せっかくだから、骨中心デッキで挑みたいよね。